俺は2号館に戻る。戦地で最後に物を言うのは己の力だ。自信のない奴は今のうちに降りた方がいいぜ。自信のある奴はまた会おう。いよいよだな、みんな。任務を成功させ、そして無事に帰還するぞ。地球の未来は我々の双肩にかかっている。そのことを忘れるな。何が起こっている？作戦班、タカンが何者かの攻撃を受けた模様です。進路を変え、急激に編隊を離れていきます。警戒システム、フラックス異常を感知。未知の重力場です。当艦も未知の重力場に引き寄せられてます。制御系統にアラートです。操舵機能への影響も考えられます。シールドにも異常を感知です。プラズマシールド、出力ダウン。外部からの衝撃を抑えきれません。このままでは危険です。アーサー、状況を解析して報告しろ。フラン外の事態発生。異常フラックスは当艦を追尾、ロックオンされています。生体型防衛システムによる攻撃の可能性あり。ただし詳細は不明。解析を継続します。攻撃？バカな、シュバルスバースがこの艦を攻撃しているだと？落ちる、艦が落とされる。縁起の悪いことは言うなよ。先見の無人機は侵入に成功したんだ。今度はどこがやられた？プラズマ装甲は持つのかよ。あんたは冷静だな。この状況の中でなかなか肝が据わってるじゃないか。腕っぷしには自信がありそうだな。頼りにしてるぞ。何かあった時は
俺たち機動班の働きが要だからな。同胞艦の様子はどうなってる？ブルージェット号から救難信号。エルムス号、ギガンティック号とは更新取れません。エンジンリアクターもダウンしました。水力停止、航行不能です。ドリブ班に連絡、リアクターの出力を維持させろ。敵の正体は依然不明。当艦の蓄積ダメージ深刻です。軟着陸を最優先。残存動力を艦の姿勢制御に使用します。やむを得ん。不時着を許可する。艦の下方をスキャン。下方に陸自動もしき反応を検知。着陸を強行します。総員、衝撃に備えろ。私たちは希望だ。生きて任務を果たすのだ。なんともはや人間どものあだだぬことよ。やつめが何者か知っておるのか？知っておってはこのようなことはできぬって。もはや世の終わりを止める手立てはあるまいに。ほう、何やら一人紛れ込んできたようだ。捨ておけ。どうせ崩れ消えていく魂だ。いやいや、この者少し面白いかもしれんぞ。言われてみればなかなか強いところがある。これならやすやすと魂を食らわれることもなさそうだ。お主らがそう言うなら付き合ってやらんでもないが。どれ青年よ、お主を送り返してやろう。さあ、その名を見せてみるがいい。人間よ。さて、人間よ、呪われた滅びの地でお前が手に入れるは、未来への光明か破滅への爆雷か、それとも。まずは落ちてみせよ、あがいてみせよ。うちに輝き持つならそれを我らに示さなくてはならん。おい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 、聞こえるか？ここで見たことは他言無用だ。もっとも心に封をするゆえ誰にも言えぬがな。お、よし、呼吸が戻ったぞ。これで一安心だ。大丈夫か？意識は大丈夫か？自分が誰かわかるか？お前、
心肺停止状態だったんだぞ。なんだ今の衝撃は。ひどく打ちつけられちまったぜ。みんな大丈夫か。ああ、どうやら息はしてるようだ。どうだ、動けるか。きついかもしれないが、頑張れよ。休みを取れる状況じゃなさそうだ。電源が落ちてやがるぜ、こいつは。総員に積む、トラブルの発生だ。当艦はシバルスバース突入中、原因不明のシステムダウンに遭遇。コントロール不能状態でシバルスバース内に不時着した。艦内の動力は全停止している。司令コマンドアーサーも停止した。私たちは引き続き正常な管制をしていない状態にある。よってこれより機動班を中心に緊急危機回避行動を開始する。この通信を聞いた機動班クルーは司令室に集まるんだ。なお司令は当面このデモニカの通信機を使って行う。常に作動させておくように。外気にさらされる可能性もある。全クルーデモニカは装着したまま行動を繰り返す。機動班は司令室に集まるように。以上。シュバルツバースには入ったようだが、こんな電力もない状態じゃ外の様子も確認できないぞ。しかし不時着するとはな。当面はこのデモニカが生命線か。よし、司令室へ向かおう。機動班集まったな。レッドスプライト号は機能停止状態だ。謎の重力場に巻き込まれシバルスバースで遭難状態にある。2号艦ブルージェット、3号艦エルブス、4号艦ギガンティック、いずれとも交信が取れない。つまり我々は孤立無援だ。両艦の救援は期待できない。我々自身の手でこの危機を乗り越えるんだ。今我々は動力を失った艦の中に閉じ込められてはいるが、クルーが一丸となり訓練通りの力を発揮できれば事態は打開できる。一つ一つ現状に復旧させていく。心して任務に当たってくれ。いっそ！まずは動けなくなった当艦レッドスプライト号の復旧だ。メイン動力のリアクターをすぐに再起動させるのは困難なようだが、非常用のサブ動力なら起動できるはずだ。サブ動力でエネルギーが戻ればアーサーが君たちへ次のミッションを用意してくれるはず。動力班聞こえてるか、応答を願う。こちら動力班のテリー、現在降車デッキにて行動中。通信感度は良好、どうぞ。 OK テリー、まずは君の無事に感謝しよう。直ちにサブ動力を起動してほしい。できるか。艦内の電力を確保し、アーサーも呼び出す。するとプラズマ装甲も再稼働をさせたい。プラズマ装甲まで？それだと時間が必要ですが。そこまでやってくれ、必要なんだ。人為的に破壊された先遣無人機と同様の事態に陥らないとも限らない。やはり知的生命体は存在するんですね。攻撃を受けたという事実は動かない。だからこそできる限りの手段は講じておかねばならない。プラズマ装甲で艦内と外部をシャットアウトすれば、たとえ何者がいようとも。ゴア隊長、降車デッキが。どうした。ハッチが、降車デッキのハッチが開きます。バカな、なぜ開ける。早く停止させろ。できません。
そもそも動力がないはずです。誰かが開けている。なんだ、何も見えないが。やられた、襲われてるぞ。正体不明の攻撃にクルーの一人がやられたぞ。どうしたテリー、何が起きている。見えない、攻撃者の姿は見えないぞ。どうしましょう、指示をお願いします。また一人やられたようです。テリーの通信切れました。機動班、武力行使を許可する。直ちに敵の撃退を行え。豪車デッキだ。豪車デッキで襲撃されたテリー以下クルーの安全を確保せよ。我々はこんな場所で死んではならない。いいな。イエスさん。頼んだぞ。Thank you.